ルイです。アイラです。ヨッピー、アナだよ。マーピロです。ぽよん。ぽよん。なんで短くなったの？短いんだけど。違和感でしたね。いや、長すぎ。一人だけ長いなと思って。やだやだやろう。はい、せーの、もう一回。ピッ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 、こんにちは。マーピロです。ぽよん。長い。はい。今回の企画は、やっと香水が完成してきたということで、デザイン決めをしていこうと思うんですけど、パッケージがね、やっぱ大切になってくるから、今から決めていこうと思います。はい。相談タイム。6個あるんだけど、やっぱりパッと見た感じ。それぞれ1回意見言う？そうだね、そうだね。私5かな。結構シンプルめ。シンプルめだね。私は1で。私も1で。1はちょっと綺麗系で、5は可愛い感じする。アイナ？4かな。なんか、派手だね。そう、パッとした感じで見ると、なんていうの？印象残るし。印象に残るし。しかも柄って感じで。いいね。なんか一番ね、いいかなって思った。確かにな。じゃあまず消去法でいきます。2はみんななかったじゃん、3もなく、6もなく、6もない、6バボちゃんだから145、そうだね。どうだろう、どうするか。でもさ、1はさ、なんか印象残んないから。確かに確かに薄いよね。パッケージにした時にシンプルすぎるっていうかね。でもこうやって見るじゃん、こうやってなってるするじゃん、こうやって構成やって、綺麗め系で逆に欲しいって思うかもしれない。5番とかもなんか同じ感じだね。5番可愛い系だよね。可愛い系だね。シンプルかもう目立たすかだね。でもやっぱりなんか目立たすってなったりしたら、高校生っぽいのは4な気がする。絶対4。それは高校生系がいいなって思うのは4だけど、迷うよ。好みがね、分かれるね。これはそう、なんか4の方が大丈夫、一番目につくよね。4がいいな、やっぱ4にしようよ。でも4が一番可愛いかもね。じゃあ4で。4で熱湯が決定で OK。 決定で OK。 じゃあデザイン決定しました。4で。はい、やっとデザインが完成しました。やっともう最終段階来ました。嬉しい、ここまで来れた。嬉しいね。もう自分たちの手でプロデュース、匂いも全部決めて、なんかマジ夢、夢だった。JK がね、すごいよね。すごい。嬉しい。しかもめっちゃ可愛くなってます。なってます。はい、この香水はオープンスクールでもらえます。おお。参加した人だけ無料でもらえます。でしかもなんかなんていうんだろう、中学校3年生の時にやっぱオープンスクール来るじゃん。来た来た。けど本当にマジ楽しいことばっかりの。なんかウォーキングレッスンとかもあるし、あとなんかそう浴衣ももらえるし、着付けをね教えてくれて、ヘアもヘアメイクとかネイルとか、あとネイルメイク、もう本当本当に楽しいこと盛りだくさん。しかもプラスでもらえちゃう。これは来るしかないですね。本当に他の学校じゃ絶対ないと思う。で、そのオープンスクールの詳細は下の概要欄に貼ってあるので、そこから随時チェックしてみてください。見てください。最後まで動画見てくれてありがとうございました。この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。以上、ブルーアカペラでした。バイバイ。